シャーマン氏は1991年、当時のソ連の宇宙ステーション、ミールを訪問した現宇宙飛行士、5日のオブザーバー氏のインタビューの中で、宇宙人は存在する。それは間違いない、と断言した。宇宙には何十億という星が存在している。従って形態の違うあらゆる種類の生命が存在するはずだ。あなたや私のように炭素と素でできているかもしれないし、そうではないかもしれない。シャーマン氏はそう語り、もしかしたら彼らは今、まさにここにいて、私たちには見えないだけかもしれない、と言い添えた。科学者のシャーマン氏は、英国人として初めて宇宙へ飛行した7人のうちの1人だった。当時の年齢は27歳。最年少級の宇宙飛行士とし、で、宇宙に8日間滞在した。オブザーバーのインタビューでは、英国初の女性宇宙飛行士、と形容されることに苛立ちを感じるとも打ち明け、実際のところ、私は初の英国人、宇宙飛行士、だった。女性という形容は、そうでなければ男性と想定されてしまうことを物語る、と指摘している。宇宙人の存在を信じているのはシャーマン氏にとどまらない。米国防総省が極秘で言っていた未確認飛行物体、UFO、調査プロジェクトに関わった現行官は2017年、宇宙人が地球に到達した証拠はあると確信すると語っていた。